再びシルトベルトを目指す直文たち。しかし国境には槍の勇者元康がいた。その時は強行突破だ。ヒトリアの言葉に促され元康との対話を試みる直文だが、元康はかつてないほどの強烈な敵意を直文に向けてくる。その理由とは、次回連なる陰謀。せっかく話し合いをしようと思ったらこれですよ。